皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回の動画では、スライドというエレキギターの中でも割と基礎的なテクニックを皆さんと一緒に練習してみたいと思います。スライド。まあ、その名前のとおり、こう指をずらすような感じにして音を出していくテクニックなんですが、早速弾いてみましょうか。もうギターを用意していただいて一緒に練習していきましょう。人差し指で、そうですね、どこでもいいんですけども、じゃあ5弦の3フレットとしましょう。5弦の3フレット。人差し指で5弦の3フレットを押さえてください。そしたら、右手で5弦の音をブンと弾いていきます。ブンと。そうすると、まあ、ドの音が鳴ると思うんですけれども、ここから人差し指をずらしてスライドして音を鳴らしていきます。例えば、3フレットから5フレットに行ってみましょうか。やってみます。人差し指で5弦の3フレットを押さえて、ブンと鳴らして、そしたら5フレットにずらしていきます。こんな感じです。弾いて、ずらす。ずらしたときにピッキングしないというのが大きな特徴です。弾いて、弾いてじゃなくて、弾いて、ずらす。で、当たり前ですけれども、そのスライドしているときに、この人差し指が離れてしまうと、途中で音が消えてしまいますし、行き過ぎてもダメだし、行かなすぎてもダメという感じで、5弦の3フレットから5フレットまでしっかりとバシッと行きつつ、なおかつしっかりと音源、弦を押さえたままずらすように心がけてみてください。うまくできるようにできたら、もうちょっと遠くに行ってみましょうか。3フレットから7フレットとか、3から7に、3から7に、行き過ぎてもダメだし、行かなすぎてもダメだし、3から7にグッと行くように心がけてみてください。で、しっかりと押さえたままスライドして、音を持続させるということです。こんな感じで、音が消えてしまってはいかんです。ちゃんと音が持続するように練習をしてみてください。で、まあ、これだけだと結構簡単だと思うんですけれども、ちょっとステップアップとして、2本音を鳴らしたままスライドとか練習してみましょうか。2本。今の人差し指、5弦3フレットと、あと小指で4弦5フレットを押さえて、C のパワーコードを作ります。もし小指がやりづらければ、薬指でも OK です。どっちでもいいです。僕の場合は人差し指と小指で行ってみます。で、この2本を鳴らして、また2フレットずらしてみます。3フレット、5フレットから、5フレット、7フレットまでずらす。で、この時に小指の音が途中で消えてしまったり、人差し指の音が途中で消えてしまったり、もしくは両方、消えてしまったりしないように、押さえたままスッとずらしてあげる。こんな感じです。これもうまくできるようにできたら、ひたすら繰り返してみましょうか。弾く、ずらす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 、とか、ちょっとやってみましょうか。ある程度、しっかり押さえた状態をキープして、ずらせれば、まあ、ひたすら移動しているだけでも、そこそこ音は、なるはずです。クイッ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 とね。こんな感じで、その音をずらすテクニックをスライドというんですが、うまくできますでしょうか。まあ、エレキギターの中ですごいよく使うテクニックなので、ちょっと覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。最初のほうにちらっと言ったんですけれども、弾いた後の音はピッキングしないというのが大きなポイントなので、お気をつけください。もし楽譜を見てて、この3フレットという指示があって、その後に5フレットがあって、で、こうスライドという指示があったとするじゃないですか。この3フレットの音はピッキングするけれども、この5フレットの音はピッキングしないということです。またこういう感じで、ひたすらこうスライドが続いているようだったら、最初の3フレットはピッキング、ドンと右手で弾くけれども、その後はずらすだけでピッキングはしていかない。というような意味合いになります。どこをピッキングして、どこをピッキングしたいのか、ちゃんと把握をして、練習をしていただけると嬉しいなという感じです。で、あと最後にもう一つ。当たり前なんですけれども、その弦が錆びたりとかしてて、滑りが悪いとすごいやりにくいです。例えば、そのコーティングじゃない弦を使ってて、この湿度が高いところに放置したりとか、その手汗がすごい状態で弾いて、吹かないでそのままにしたりとかすると、1、2、3弦がやっぱすごいこう錆びたりとかするじゃないですか。その状態でやっぱこうスライドをしようとすると、やっぱりこう指が、ね、引っかかってしまって、すげえやりづらいなとなってしまうので、ちょっと弦が古くなってきたなと
思ったら、なんかスライドやりづらいな、これちょっと弦が古いんじゃないのかなと思ったら、新しい弦に交換して、チャレンジをしてみてくださいませ。また、ちょっと好き好み、好き嫌いはあるんですけれども、こんな感じでその弦をツルツルさせるアイテムもあったりとかするので、興味があったらこういうのも揃えてみてください。僕がいつも使っているのはこの GHS のファーストフレットってやつなんですけども、なんかここにそのオイルみたいなのが染み込ませてあるから、これを弦にこうフェーってこう擦りつけると、なんかこう、ワオ、ツルツルだぜってなるような、そんなアイテムです。このツルツルの感触が嫌いな人ってね、たまにいらっしゃるんで、これ本当に好き嫌いが分かれるところなんですけども、僕はすごく好きでよく使っております。滑りが悪いなと思ったら、ファーストフレットを必ず塗るぐらいの勢いで愛用しているんですが、まあ、よかったらそういうのもチェックしてみてくださいませ。それでは、まあ、ちょっくらスライドのテクニックを一緒に練習してみました。何度も良いですけども、エレキギターですごくよく使うテクニックなので、ぜひとも習得をしておいてくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はははははは。